フルがすっごい超魔術を見せてあげちゃうぞ。わーい、パチ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 。クンコもお手伝いするのだ。もともとリフルの幻術ってのは、ああやってペルチェを喜ばすためにいろいろと工夫を凝らして自分なりにアレンジしてきたものなんだそうだ。なるほどね。道理で並の芸じゃないわけだ。魔法の力に手品の種を組み合わせた全く新しい自分だけのオリジナル、それが超魔術なんですって。種も仕掛けもありありということか。くだらぬの。うがった見方をするなよローズ。見てる相手がそれをすごいって思って大いに楽しんでいるんなら、それはちゃんと価値のあるものなんだ。くだらなくなんかないんだよ。ふむ。あいたたたた、クンカってばちょっときつく縛りすぎ。にゃはは、何言ってるでござるか。リフルの超魔術にかかっちゃえばこれくらい数の子ポリポリでござろ。じゃあこのまま箱に入れて鍵かけて。行為なのだ。体をロープで縛ってから箱の中に閉じ込められて大脱出する。本当にそんなことができるのか。アイデア自体はずっと前から練っていたみたいよ。一人じゃ難しいからって、ずっとお蔵入りになっていたんですって。それはそれは期待も高まっちゃうわね。で、種はどうなっておるのじゃ。だから、ローズさん、し、いよいよクライマックスみたいよ。さてさて、リフルが入ったこの箱の中にパサーッと布を引っ掛けまして、3つ数えたらにゃにゃにゃーっと、箱と一緒にリフルも消えちゃうのだ。リフルお姉ちゃんいなくなっちゃうの。それはペルチェのお祈り次第かな。一生懸命頑張れってお祈りをしたらきっと戻ってきてくれるのだ。うん、わかったよ。ペルチェいっぱいお祈りする。ではでは数え始めるぞ。声を合わせてご一緒に。1、2、にゃっ。なんか様子が変ですよ。もしかしてトラブルとか。リフル、食べられるって、このちっちゃなアマガエルにか。近づけないで。うん、暴れたらカエルさんが潰れちゃうのだ。これでよしと。カエルさんバイバイなのだ。リフルお姉ちゃん大丈夫？もうカエルさん帰ってっちゃったから、だから泣かないで。意外だったわ、レムロリアンの弱点がカエルだったなんて。両生類は虫にとっては天敵だからの。お二人とも茶化しちゃダメです。他の子たちがどうかは知らないけど、リフルはどうにもダメなんだよ。見ただけで身がすくんじゃって、頭の中真っ白になっちゃって。箱の中の暗がりにそのカエルがいてびっくりして失敗しちゃったのね。カエルさんは暗いとこが好きだからきっと居心地が良かったのだ。でも
ルちゃんに見られちゃった。リフルはしっかりしたお姉ちゃんじゃなくちゃいけないのに。そんなことないさ。ベルチェ、お姉ちゃん、ベルチェ決めたから。え、お姉ちゃんが苦手なカエルさんはベルチェが全部追い払ってあげるから。だから安心して、ベルチェ。ベルチェはリフルの妹だから、大好きなお姉ちゃんを守ってあげたいんだもんな。それじゃあ次から狭いとこに入るときは、あらかじめカエルがいないかどうかベルちゃんに見てもらうね。うん、任せて。めでたしめでたしなのだ。もうひと頑張り、よろしくね。うん、任せて。やれやれ、仕方ないの。凍結の祈り石、今の私の精一杯。よくやってくれたよ、キプラ。本当にありがとう。お疲れ様。よし。俺が相手だ。てやお姉さんに任せ。すげえ空間
かのそこ。にゃー、任せてください。やあ、くんかのばそこ。にゃー、俺が相手だ。てや、頑張ります。やあ、おまけだよ。やあ、お姉さんにまっすぐ。くんかの番だ。そこ。1点、くんかの勝ちなのだ。俺が相手だ。てや、クンカの番、そこ。にゃ